皆様こんにちは。今日は久しぶりに鳥取に向かっています。今日のテーマは自然の中でリラックスして趣味を最大限楽しむ車中泊ドライブです。自然と趣味と安心安全な車中泊を意識した1泊2日にしたいと考えています。この後鳥取砂丘でいつも失敗する夕日を撮影します。動画は何度も撮影していますが思うようにいかず、最近始めた写真はなおさらですが懲りずに挑戦しています。鳥取までは100キロなのでドライブにはちょうどいい距離です。できる限り海の見えるお気に入りの場所で時間を過ごそうと思っていますが、車中泊は少し移動しようと考えています。日本は島国なので海を見ながら過ごせる場所などいくらでもあると思っていましたが、意外に少ないと感じます。海岸線の峠道には見晴らしのいい展望所がいくらかありますが、海岸まで歩いてすぐ行けるところとなると限られています。夕方の5時に鳥取砂丘に着きました。日没は6時過ぎなので1時間程度撮影に集中して楽しめます。鳥取砂丘で写真といえば、昨年行った上田商事写真美術館を思い出します。砂丘と人物の印象的な写真を拝見しましたが、同じような演出は無理なので偶然を狙えればと計画しています。太陽が沈む方向や撮影する場所をあらかじめピンポイントでリサーチしてきました。この場所から夕日と馬の背にいる人物のシルエットを狙いますが、想像していたより距離がありそうです。なんとか自前のカメラで自分好みの写真が撮れないか努力してみます。写真はスマホで撮ったこの1枚が一番よく撮れていました。それでも1時間十分に趣味に没頭できたので満足です。これから砂丘温泉に浸かった後、車中泊場所に移動します。今夜車中泊に選んだのはトイレのある公園駐車場です。鳥取砂丘付近では何度か車中泊をしていますが、この場所は初めてです。近くにバイパスがありますが、音が気になるほどでもなさそうです。月夜で街灯もあって落ち着いて休めそうです。今夜の夕食はこのぶっこみ飯です。健康も多少意識してごぼうマカロニサラダとともにいただきます。寝るまでポッドキャストの原稿を考えて時間を潰します。最近作ったこの床下収納は何かと便利です。今夜も冷えるので電気毛布を使います。予想通り静かでよく眠れました。これから海の見えるお気に入りの場所へ行って午前中を過ごすことにします。およそ600メートル
だ7時前ですが、ここでゆっくり朝食にします。今日は濃いめのコーヒーとコロッケパンです。車中泊した場所ではありませんが、移動したとはいえ車中泊の朝としては最高のロケーションです。朝日に照らされて絵に描いたような景色です。朝食後はカメラを持って海岸を散歩します。車の中でインドア趣味を楽しみ、飽きたら外に出て海岸を歩いたり写真を撮ったりして過ごしました。今日は遠くに大山も見えます。2時間程度のドライブで来れる車中泊でしたが、新しい楽しみ方を発見したような気がしています。気温が高くないこの時期だけの楽しみ方のような気もします。帰りのドライブはビリー・ジョエルやフレンチポップなど70年代前半の音楽を小さめの音で聴きながら帰ります。昔ラジオで聴いたこのような音楽が半世紀も前に脳をタイムリープさせてくれます。車中泊や海岸駐車場の場所情報は概要欄に貼っておきます。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。